まだ足掻くというのか。
何者であろうと倒すだけだ。フェニックスの力使わせてもらうぞ。ひざまずかせてやる。
許さぬ、許さぬ。かようなことあるはずがない。貴様は自分の弱さを知っていたんだろう。だからこそ世界に抗ったんだ、必死で。そして貴様は恐れた。人が自我を持ったことに。人が弱さを知ったら、今度は生き延びるために自分に抗うのではないかと。貴様はただ逃げただけだ。世界からも人からも。器ごときがこの我を語るか。くそ。No!
からないのか。貴様と俺たちは何も違わないということか。我が人と同じだと。我は貴様らとは違う唯一の存在だ。信じ疑ってこなかった。だから選べなかったんだ。自分以外の誰かと共に生きる道を。思いで強く紡がれていく自分を。したような口のざれ言をやめろ。俺は思いを託された。そしてみんなの思いに応えたい。人が人として生きられる場所を作るために、守るために、俺たちがこの世界で自分の意志で生きていくために。人が人の時がまだまだ終わらせる。見えた。
生という究極の幻想を打ち破る。我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ。それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、まっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。国を重ね死にゆく世界で覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ、永遠に。
力が大きすぎて俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界の断りを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。月明かり柳が揺れる。私はロボのずっと思い馳せるあなたの姿。羊を数えるように流れゆく意味があるなら全て悲しい。
島から離れた空へ一筋の愛を込めて、どんな夜だって失い続けたって共に生きてきたろ、瞬くように何かを求めて月を見ていた、嵐に怯える私の前に。私の可愛い子、本当に名前は決めたの？どうしてどうして、いやー、こんにちは、ガボおじさんに顔を見せてくれ。でかい声出すな、バカ。え、何かした？静かにしろっての。大丈夫よ。この子はきっと人の世界を生きていく。二人のシドの思った世界をな。こうしてクリスタルをめぐる探求の旅は終わった。